74式戦車に装備された74式6 0ト、mm、ル発煙弾、発射器発煙弾発射器は、発煙弾などを発射するために、軍用車両などに装備されている敵弾発射器。煙幕を張って敵の視界を遮ったり、追犯不評の進撃を支援したり、対戦車ミサイル防御に用いられたりと、用途は様々である。大きさは各国で様々であり。 発煙弾の予備直径としては40から8 1ト、mm、ルぐらいが製品化されている。戦車、装甲車などには複数コマ止めた状態で外装されており、車内からの遠隔操作で発射される。近年ではレーザー検知装置と連動して自動発射されるものもある。現代の標準的な外装型タレンソー発射機は、おおよそ第二次世界大戦後期に確立したが、 それ以前は、車内から装填する単発式発射機もあり、これは、バレンタイン不評戦車など、榴弾射撃に応用される等の汎用性もあったが、走行に穴を開けることになる防御上の不利や、発射間隔が長く肝心の煙幕転調能力が劣るため廃れた。内装式発煙弾発射機の一種、ナベルタイディグングスは不ただしナチスドイツは殺菌じて、 外装式発射灯を採用しながら蒸気数星に逆行し内装発射器である近接防御兵器に転換した陸上自衛隊の車両に装備された発煙弾発射器は下記の2種類がある。ありがとうございます。